こんにちは。今日もコーチングの話です。人間性心理学、自己実現への道。タタタタタタタ。これが何なのかっていうのをさせた方はかなりすごいと思います。今はかなり音痴でしたねまあそれはいいです。はい、今日は何の話かっていうと、心理学がテーマになってきます。コーチングなんですけど、心理学を題材を引っ張ってきてます。はい。で、不安点に関しては周りからどう見られているかっていうことではなくて、自分自身をどう見ているかっていう話から、していきたいと思います。今の話だけだと何が始まるんだって思いますんで、話をぜひ聞いてくださいなんだこの話の始まり方っていう感じなんですけどねはい、いいです。で、1950年代にアメリカの心理学者のカール・ロジャーズさんっていう方がですね、人間性心理学っていう、今日の先ほどのテーマにも話したものっていうのを提唱をしました。で、この中身っていうのは一体何かっていうと、人生の目的っていうのは個人の成長、要は自分自身の成長と自己実現することなんだっていうことを言ったんですね。つまり、こういう自分になりたいなと思う理想像があって、そこに行くための成長のこの両方があることが、人生の目的なんだっていうことなんですね。それを達成していくことがあなた自身の健康とか、あるいは幸福度を高めていく要因になっていくと。で、しかもそのなりたい自分とか、あるいはどう進んでいくかというプロセスっていう両方が自分自身で選べているかどうかっていうことも非常に重要なんだと。よくあるのが、お父さんとかお母さんの期待に応えようと思ってなりたいかどうかもわからないままに突っ走って勉強しているとか運動しているっていう子供もまあやっぱり中にはいたりはすると思うんですけど、そうではなくて、僕はこうなりたいんだ、で、そのためにこういう練習をするんだ、こういう勉強をするんだ、こういう人と付き合っていくんだっていうことをきちっと自分で決めれてるかっていうことが大事になってくるというところなんですね。で、こういう話って実は非科学的だからどうなんだっていう異論もあったりはするんです。ところがコーチングにおいてはものすごく基礎的な考え方というか重要なポイントになっていきます。で、自己実現への道と題して、まずですね、ポイントっていうのがあって、今さっきもうちらっとすでに話してるんですけども、2つ理想自己っていうものと、それから自己イメージっていう、この2つっていうのが大事になってきます。で、理想自己っていうのは何かっていうと、さっき言った自分のなりたいイメージ、それから自己イメージっていうのは本人の認識する現時点での自分ということです。だから、なりたい自分とスタート地点の自分とっていうのが、ちゃんと見えてるかどうかっていうことなんですよ。で、これが重なっていくほど自己実現っていうのにかなっていくと。ここがどれだけ重なっているかっていうのが、さっき言ったような、人生の目的や健康や幸福をもたらすかどうかっていうところにポイントになってくるという話です。はい。で、当然スタート地点の理想自己と自己イメージっていうのは程遠いですよね。重なるどころか全くもう持って離れてしまっているっていうような状態ですね。こういうのは例えば不幸せだなって感じたりとか、自己評価が低かったりとか、モチベーションがまだまだ上がらないっていう、自分は全然まだまだレベルが低い人間だなっていう風に、まあ感じてしまっている段階です。ところが、こうなりたいっていう風に決めて、そこに自己認識からちょっとでも上げて、自己イメージからちょっとでも上げていくためにプロセスを歩むことによって、一部分っていうのがちょっとずつちょっとずつ増えていくんですね。で、ちょっとずつちょっとずつ増加していくことによって、あ、前あんなことができなかったのにできるようになっているとか、あのテストで前30点だったのに40点に上がっているとかっていう風に、ちょっとずつ自己評価っていうのも高くなっていって、モチベーションも一緒に上がっていくと。で、最終的にこれが合致したら自己実現だと。これが欲求を満たしている状態なんですよね。はい。これが自己実現の道っていうことなんですよ。だから、どんな自分になりたいのかっていうことを明確に出しておくっていうことも非常に重要なポイントになってきますし、逆に、自分がじゃあどの位置にスタートいるのかっていうのもしっかりと把握しておくことっていうのが大事です。例えばプロサッカー選手になりたいと思っているのに、今ずっとテニスをやってる自分とかだったらわけわからないじゃないですか。はい。だから、サッカー選手になるっていうふうに決めたんだったら、サッカーを始めている自分っていうところをスタート地に持ってこなくちゃいけないっていうことですよね。はい。ところが、じゃあ理想事故になることができれば幸せかっていうと、実はこれ違うっていう話なんですよ。って感じですよね。今まで理想事故になるために一生懸命スタート地点を把握してプロセス頑張って踏んできたのに、理想事故になったら幸せになれるかって言ったら、そうじゃないのっていうふうに言われてしまうと、じゃあもうなんなくていいじゃんってなるんですけど、そうじゃないんですよね。なるために頑張ってほしいんですよ。なるために努力っていうのは大事になってくるんですよ。ところが、なることが幸せになるんじゃなくて、そうなるための道のりを歩んでいくことが、プロセスを進んでいくことがあなたに対して幸福をもたらすんですよ。はい。
だからなった瞬間よりもなろうとしていることの方がはるかに大事だっていうことなんですよね。だからカール・ロジャーズさんが結論として言ってるのは、いい人生とはプロセスであって状態、つまりゴールではないっていうふうに言ってるんですね。だから理想事項を掲げることっていうのは非常に大事です。大事なんですが、そこに至るまでにどんなプロセスを用意して歩いていくかっていうことの方があなた自身の充実感、人生の充実感とか幸福度っていうのに大きく影響を与えていくポイントになってきますから、ぜひですね、理想事項を掲げた時にここになることに一生懸命になるというよりも、ここにたどり着くためにどんな道をあなたは歩んでいきたいかっていうことを一生懸命考えていくっていうことがポイントになってきます。さて、あなた自身はどんな自分になりたいでしょうか。それとどんなことを成し遂げたいでしょうか。それが決まればどんな道を歩むか、どんな人と付き合っていくのか、どんなものを用意するのかっていうことをしっかりと考えてみていただけたらと思います。で、当然ですね、何回も、動画の中で話しておしたことあるかもしれませんが、そういったどんな自分になりたいのか、何を成し遂げたいのかとか、どんなことを歩んでいったらいいのかっていうことを自分一人でやっぱり設定して立てるのが難しいっていう方については、ぜひですね、私のコーチングを受けていただけたら、その一助になれるかと思いますので、ぜひ、お便りいただけたらと思います。コメントでも Twitter の DM からも両方で募集してますので、遠慮なくお声掛けください。ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。